秋田はご覧のメンバーです。ゴールキーパー新井、最終ライン右サイドバック斉藤隆二、センターバック千田海斗、池田ジュラと左サイドバック若狭を予想しています。そしてボランチは藤山と井上、右サイドハーフ小暮、左サイドハーフ高瀬、ツートップは斉藤啓太と竹颯、リザーブのメンバーはご覧の通りになっています。そしてこちら熊本の予想フォーメーションです。ゴールキーパー佐藤、スリーバック黒木、姿伊予波、アンカーに川原、右に三島、左に田辺、トップ下伊藤俊、そしてウィング杉山と坂本、センターフォワード高橋俊樹、リザーブのメンバーご覧の通りになっています。さあここのところどのような狙いを見せてくるか。秋田浮かしたボール、ヘディング竹のところニアサイドですがボールは逸れていきました。若狭が対応して高瀬、少しファジーな位置に出していきました。斉藤隆二つなごうとしますがここは熊本ボール回収、カウンターですよ。さあカウンターになるかどうか、うん、斜めの縦のボール入れてきました。前には藤山、ここから伊藤俊へ、伊藤俊から裏抜け出していって、ここを剥がして新井ナイス、ここはそのまま、うん、最後オンゴールの形ですかね。志田が最後触っていました。熊本先生、ここはやっぱり体格に持っていかれてるんですよね、はい、そして薄いところを突かれてこの切り返し、この切り返し効きましたね。あ、オンゴールですね、はい、最後千田が触っていました。ただこれはもういい攻めだから仕方がないですよね、はい、はい、新井が弾いたところ最後かき出そうとしたところですよね、うん、もう今の切り返しはちょっと効きましたね、はい、周りを見ていって杉山、うん、間入ってきましたね。さあ三島です。クロス上げるヘディングはここは新井がセーブをしています。ここでフォロー、秋田もじわじわとラインを上げていきます。あ、いいとこ入りましたね。井上から竹早手のシュート、うん、ここは佐藤ナイスキーパーを見せました。あの脇ですね、ここを、ね、使われるとロアスはきついんですよね、熊本 は、 はい、そこを竹がうまく入ってきましたよね。ワンアンカーのところの脇、そしてシュートもこれ枠は捉えていました。杉山浮かせたボール入れてくる、池田が対応、しかしこぼれ球まだ熊本、姿を狙っていきますが逸れていきます。ゴールキックに変わります。秋田としては前半最後のチャンスになるか。ファーサイドのボール、ここを収めて藤山狙っていきました。しかし佐藤が収めています。さあ斉藤龍、斉藤啓太自分でそのコースを作っていくような形でした。競り合い、カバーに小暮が入って、この位置から斉藤隆二、隅狙っていったようなボールですかね。いや、まあ、あのセンターになったと思います、はい、周りを見て三島、中からこの位置から打ってきましたがライが収めています。千田落としたボール突き刺しました。下坂、今季初ゴールは同点ゴール下坂です。もう狙い通りですね。はい、1対1追いつきました。来た、もうロングスロー、そしてセンターバック1枚からスラしてゴール、はい、よくスラしましたね。そのよくスラしたボール最後押し込んだのは下坂。もうスライしたところで決まったようなもんですね。はい、お練習通りだと思います。お見事。杉山か川原か、川原直接来ました。それが吸い込まれました。熊本勝ち越し。川原のフリーキック一戦、見事なゴールが出ました。見事でしたね。やはりこれリスタートですね、苦しい時の。お見事ですね、これはね、はい、もうボールスピードも問題ないし、ボールの落ち方も素晴らしいし、はい、いやこれはちょっと洗いもちょっと難しいですね、はい、壁を越えて綺麗に変化していきましたね、はい、もう素晴らしいゴールですよ。池田も上がってきています。さあ下坂剥がしていって
中入れてきますが跳ね返す熊本。下坂の低いボール跳ね返していって、ここは北ボールスローイン、早いリスタート。あ、中入れてきて千田には繋がらず。もう紙一重ですね。ボールは良かったし、キープも少しかぶり気味だったんですよね。はい、井上奪えるか。最後若さ、池田です。池田長いボール入れる、頭で落として、ハンダのシュートが決まりました。同点、ハンダ高野の J リーグ初得点は土壇場で追いつく同点ゴール2対2。地元出身ハンダ、いやー、ここのパスサイド開けたことが良かったですね。そして精度の高いクロスボール、もうヘディング全てがパーフェクトだったですね今。はい、終わりですか。そして半田の同点ゴールが決まったところでホイッスルが鳴りましたね。試合終了2対2、劇的なドローとなりました。